食パン三金分食パンとは大きな長方形の箱型の型で焼いたパンのこと。スライスされたインドの食パンスライスしたパン一切れのパン。トースターで焼いた食パン。トースト。食パンとは生地を発酵させ大きな長方形の箱型の型に入れて焼いたパンのことである。薄く切ってトーストにして食べたりサンドイッチに用いたりされる。形により 山形食パン、角型食パン、ワンローフなどに分類される。18世紀頃にイギリスでカナダ産強力粉を原料として金型に入れて焼いた山形食パンの製造が開始された。イギリス系の植民地や食文化が世界に拡散するとともにブリキの箱で焼くパンも全世界規模で広まった。別名、ティンブレッドはこれに由来する。 英国の山形白パンやフランスのパンドミーなどに起源を持つ日本の食パンであるが日本人は日本人の食感で材料比率、形、薬局加減などを変え英物の原型とはいささか異なった独特のパンにして食べている原型になっている英物のパンと日本流の食パンをひとまとめにしてしまうのは多少問題があるが日本語の語彙体系で言えば 双方が食パンに分類されてしまうので合わせて説明する。食パンは日本語における故障で日本での造語である。日本人が型に入れて焼いた柔らかいパンのことを食パンと呼ぶようになった理由については美術のデッサンの時に描いた線を消すのに用いるパンを消しパンと呼称し、それに対して食用のパンを食パンと呼称し始めたとするものや明治初期に 外国人が主食として用いていることを示す言葉として使われるようになったとするものなどいくつもの説がある。台湾では日本語教育が行われた歴史があり、日本語の影響を強く受けた台湾語では食パンとトーストを食パンと呼称している。一般的には国語が使われるので破棄シと呼ばれている。焼いていないものは白破棄シ。 同じく日本の影響を受けた朝鮮半島では食の漢字音のみ朝鮮語を読みして疾パンと呼ばれる。そもそもパンそのものをパンと呼んでいる。パンの外皮の内側にある気泡を多く含む柔らかい部分をクラムまたは内緒という。食パンはフランスのパンドミーに相当する。このミーはフランス語で中身を意味し、クラムの部分を楽しむタイプのパンとして施行され、日本でも パンドミーの名称で販売されることがある。かつて柔らかく中が白いパンは豊かさの象徴だった。製パン工場で大量生産される廉価なローフブレッドによって貧困層も従来より高品質な食事で命をつなぐことができるようになり自家製パンの労働からも解放された。その反面で手間のかかる郷土料理やホームベーク文化の消失にもつながっている。 パンの外側の硬く、焼き色がついた部分はクラスト、または皮というが、食パンの場合は耳とも言う。英語ではかかとを意味するヒールという呼び方もある。サンドイッチなどに使うときは耳の部分のやや硬くパサパサした食感を避けるため、日本では切り落として白い部分だけを用いることことが多い。パンをまとめて焼き、サンドイッチに加工したりする。 町のベーカリーや大手の製パン工場にとって、パンの耳は一種の中途半端な余剰物にあたる。古くから動物園や農家などの動物、家畜の餌として活用されてはいたものの結局は捨てられることが多く、それらをどう活用するのかは課題であった。近年では別の商品としての活用例が増えている。家庭などでは、オーブンなどで軽く焼くとカリカリとした食感になり、 ラスクやビスコッティの代用品とすることができる。また、パンの耳を上げて砂糖や蜂蜜で味付けをし、カリン糖に似た食感の菓子として供することもある。食パンには次のような分類がある。北海道では、紙片が直線の食パンを角色と呼び、一辺が丸い食パンを山色と呼ぶ人も多い。なお、小麦粉に全粒粉を用いたものは全粒食パンという。 イギリスでは焼き型に蓋せず上部が盛り上がった山型である。近年、イギリス大都市部のパン職人は、フランスやドイツ流のサワード発酵パンを主流とする。伝統的なローフブレッドは、田舎町のパン工房や観光地で探した方が見つけやすい状況にある。食パンは、フランスのパンドミーに相当する。フランスは、パンの種類が多様であり、その多くが、 外側が濃い色にパリパリと固く焼き上げられたものである。フランス語でミーミーというのは中身のことであり、ハードなクラストではなくソフトなクラムを楽しむパンという意味である。フランスでは日本の食パンに比べてやや小ぶりなタイプが広く試行されている。とは言っても、フランスでは朝食ではクロワッサンなどが主流であるし、サンドイッチに使うパンはあくまでバゲット類が主流なので、 全体の流通量に占めるパンドミーの割合はかなり小さい。明治初期に日本へイギリスの山形白パンが伝わり、主に外国人向けに製造された。神戸では米騒動を機に食パンが朝食用に用いられた。太平洋戦争後、サンドイッチを食する占領軍兵士の要望を受けて、角型食パンが8枚に切り分けて販売される。後年に食パンの食感が 日本人の思考へ調整されるようになった。トーストでの教食に好まれる6枚、5枚、4枚など厚切りやサンドイッチなど調理加工に好まれる10枚、12枚など薄切りが販売されるなどを切り分け圧は多様である。消費は関西が特に多い。都道府県別の消費量で見ると近畿の2府4県が上位10位内に入っており、廉価品より高級品、薄切りより 厚切りの販売額が高い。欧州各国では、水と塩だけで練られることが多いのに対して、日本の食パンは、牛乳や、だし粉乳、バター、マーガリン、ショートニングなどいう種類の添加されているものも多い。こうした、日本の製品は、菓子パンに分類される場合がある。現代日本において、食パンは、主食の一つとして、社会の隅々まで普及しきっており、 様々な事業者により生産、販売される。大手製、パン会社が自社ブランドや小売チェーン等から依頼を受けたプライベートブランド商品として生産し、特にスーパーやコンビニを中心に卸ろしているほか、街中のベーカリーでも独自に製造し販売している。家庭のホームベーカリーで作られることもあるが、炊飯とは異なり、一般的とは言い難い。 製法日本の食パン基本配合の一例は次の通り工程は大まかに言うとミキシング発酵切り分け丸めベンチタイム成形片詰め焼成型からの取り出しといった順になる製粉小麦粉類を焼成すると重量は約1.5倍に増加する用いられる長い箱型の方は日本では食パン型と呼ばれている日本の家庭で食パンを作ろうとしても 以前はなかなか困難であった。生地をこねたり発酵させたりといった工程の管理も大変であったが、長い金属型を入れて焼くことができるような大型のオーブンなどを持つ賃貸、分譲、小建てなどの家庭用住宅の物件が不動産業界から例外的とみなされるほどに少なかったためである。近年、日本の家庭では家庭用パンや機器も普及するようになってきており、そのほとんどが 工程のコースを選べるようになっており、概ね基本コースとして、食パンコースを用意している。家庭用パンや機器の内部には、テフロン加工などのこびりつかない金属型とヒーターがあり、生地をこねることや発酵も含めて、工程のほとんどが自動的に行われるようになっている。係数単位食パンの重量は、1斤、2斤と数える。法の金から生した。 平金に由来し、製品重量の時代ごとの変遷と偏差を考慮して一金、あたりの重量は350から4 0 0ムであるのが一般的で、製パン業界の構成競争規約では3 4 0ム以上と定めている。切り分け前の棒状食パンは1本、2本と数え、切り分け後は1枚、2枚、または1切れ、2切れと数える。 木炭およびそれに適した用紙を用いるデッサンの場合、描いた線を修正するときに消しゴムを使うと固くて、用紙を傷める。このため前述のように、柔らかく油分の少ない食パンが広く用いられている。練り消しゴムが安価に広く流通している現在でも、木炭デッサンでは最適の道具として食パンが用いられることが多いのである。ありがとうございます。